らんかったで、その後感謝祭大なげに登録者の人たちは なんで走らんかったみたいな感じ で僕らも特に理由ないんですよ、なんで走らんかったっていうのも。でもなんかここでお互いがなすりつけ合ったんですよ、お前のせいちゃうかみたいな。これがほんまになんか最初ノリでやってたことが本気で怒り出す時ってあるじゃないですか。なんかマジで険悪なムードになったんですよ、生配信中ですよ。で見てる人たちもうコメント一回止まるぐらいの、もう最後の最後はこいつがなぜか森脇健さんの悪口言ってるんですよ。どういう流れでそうなるんだ。なんかもう森その走るやつアホだみたいなことに出されたもうぐっちゃぐちゃ、もう救いようもなんもない生配信、これだけはさすがにもうアーカイブすら残せないってことで、もう今ネット上にはない、もう今見れない、すごいもう見せれるようなもんじゃないですか。ダイヤはい、我々もこちらです。逆からの生配信、生配信だ。コロナ中で自粛中やったんで、リモートで生配信をやろうだったんですけど、その僕は東京で相方は大阪でのリモートなんで、なんかだいぶタイムラグがあるって言われてたんですよ。ほんでやりだしたら、なんか僕の方のパソコンのなんか YouTube の音声が一回ままになって、で今僕らがやってるやり取りと30秒前に言った僕らのやり取りが流れてきて、もうなんかもうむちゃくちゃなって、4人だけで4人で喋ってたみたいな。はい、伊藤さん、もう始まるよ。こんにちは。OK、始まる。始まった、多分、大丈夫。電波がすごくなんか悪くて、お願いします。
対応力、表情を起こした相手に対してどうコメントするか、対応力を番組が用意させていただきたい相方は野球番組の冒頭でコメントしてもらいます。本当にリアル、これいい仕事じゃないのね。本当この感じだけ何年もやってみると可能性がね、ここはのどこに行くあの時はだから別に何も発信するとかがなかったから、まだそんなに逃げれたというか、今はちゃんとしないとやばいもん、謝罪しなきゃいけないから。じゃあまずダイアンさんの、はい、ダイアンさんのスキャンダルはこちら。ダイアンさんの本件数です。見せてやるよと不倫相手に自身の下半身の写真を送信していたことが発覚しました。津田のスキャンダルに石澤はどう対応するのか。それでは相方の不祥事リカバリー審査スタートです。ダイアンの呼ばれこのコマはダイアンです。コマは下です。皆さんもご存知の相方の方が不倫をしていました。そして不倫だけではならず、自分のちょっと相方のことでも気持ち悪い。まあ本人も今ちょっと困ってたりとか、もう本当に来るっていうのも難しいですね。逆に来いということで、はい、で皆さんに恥ずかしい顔を見てもらえと、はい、声を聞いてもらえということで、はい、本当に気持ち悪いです。ちょっと僕の声援で。